ち着きましょう。こんなところで喧嘩しないでください。おっと、割って入らない方が賢明だよ。我々は撮影のため少し場所を空けてほしいと頼んだだけだ。先に恫喝してきたのは向こうだぞ。文化系がいちいち幅利かせてくんじゃねえよ。こっちはアサリンやってんだ。我々だって寸暇を惜しんで撮影しているんだ。練習は別の場所だってできるだろう。だからなんでおめえらに気を使って俺らが場所変えないといけないんだよ。少し落ち着きたまえ。校舎前の通路は所有権を主張すべき場所では。四季島さんも変わっちまったよな。文化系の肩持つんすか。肩を持つとかそういうお話ではありません。みんな同じ学園の仲間なのに。決めつけないでくれよ。運動部系の連中が俺らを見下してるのは知ってるんだからさ。おめえらもあんまカッカすんなよ。ひよし、丸くなっちまったよな。前はもうちょい俺らの気持ちを汲んでくれたのによ。天道会はどちらを支持するのか見解を聞かせてほしい。双方譲り合ってくれるのが最も望ましいな。それは天道の見解か。昔散々支持したのに恩知らずなことだとは思わんかね。こういうのはすっかり収まったと思ってたんだけど、甘かったか。また再燃しちゃったわけね。どうしよう。四季島さん、俺ら間違ったこと言ってねえよな。ね、出ていかなくて正解だったでしょ。君がドヤ顔で仕切ったりしたら集中砲火だよこれ。それとも、君にはこの状況を解決できるかにゃ。ああ、皮肉ってるわけじゃないけどね。ちゃんと学園のことを思って矛を収めた生徒が大半だけど、ああやって不満を持ってる人たちも一部いたわけよ、これ。まあ、ぶっちゃけ腹立つ連中だけど、清濁合わせ飲まないといけない立場の生徒会としては辛いね。みんな忙しいのに集まってくれてありがとね。今から天道月下の合同会議を始めます。すでに説明したように、先の選挙で運動部文化部の対立は鎮火したように見えていたが、それは表面上の話。学園祭中も小さないざこざは報告が上がっていた。しかし双方ともに歩み寄りたいという意志があったため、ここまで問題が大きくならずに解決している。すっかり気を抜いていたな。早めに個別対応していれば少しは不満の噴出を抑えられていたかもしれないというのに、自分の不甲斐なさに情けなくなってくる。私ちっとも気づかなかったよ。みんな仲良く学園生活を送るのが一番いいって分かってくれたとばっかり。仲良くの解釈の違いだね。そういうのを喜ぶ人たちがいる一方で、風通しが良くなったせいで自分たちの顔を通せなくなって居心地が悪くなった生徒もいるってこと。それぞれの代表とも言うべき存在だった空手部と吹奏楽部が矛を収めたことで、かえって個別案件化し目立たなくなったという面もある。昔は部活を挙げて対立という感じでしたが、今は個人的な不満を持つ者同士が所属している部活に関係なく
結束しつつあるような感じです。まとまんのはスムーズだわな。もともと横でつながってんだからよ。そんなのダメ、元のギスギスした学園に戻っちゃう。両生徒会で共同声明を出しましょうか。俺らが仲良くやってんのが気に入らねえって連中を煽るだけだと思うぜ。うむ、私も同感だ。騒いでいる奴らにしてみれば対立している方が都合がいいからな。それだと私たちには何もできないってことになっちゃいますよ。この後の動きが読めないからね。月下と天道でそれぞれ運動部と文化部に注意を促すってとこしかないかな。ごめんね、待たせちゃって。教室で待っててくれてもよかったのに。さすがだね、そういうとこをしっかり抑えてるのが大地くんのすごいとこだよ。揉め事を嫌がってる文化部の人たちはフォローしてくれたんだけど、なかなかね。このまま元の重苦しい雰囲気が戻ってきちゃったらどうしよう。隣いい？私もご飯休憩だから。ずっと難しい顔してたね。ありがとう。甘えるばかりだけど、君の真剣な横顔を見るとつい甘えたくなっちゃうね。とっても凛々しくて、見とれちゃってた。目がいっちゃうのは仕方ないよ。大好きな人だもん。あ、ダメダメ、じっと見るのは禁止。またぼーっとなっちゃうよ。娘のように思っていた立葉ちゃんが恋する乙女の眼差しを。これが娘を嫁にやる父の心境か。学園も大変なことになっているみたいだし、これはバイトの応援、読んだ方がいいかしらね。すぐ電話しちゃったのは催促とかじゃなくて、君の声を聞きたかっただけだよ。明日、ちゃんと時間作ろうか。店長にもお休みもらえるように言っておくね。申し訳ないとは思うけど、大切なことだから。うちはどうかな？大地くんのお家はご家族もいるでしょ？うちなら気兼ねなく話せるから。なんだったら泊まってくるって言っておくくらいの方がいいかも。決まりね。それじゃあ、また明日。おやすみなさい。
手すぎ。恥ずかしくてすぐ電話切っちゃったけど、変に思われなかったかな。分かったって言ってたから平気だよね。エッチしちゃうよね。目的は話し合いだけど、でもずっと話し合いってわけじゃないし。こうしてはいられないよ。ちゃんとお掃除して。あ、そうだ、お布団もちゃんと干しておかないと。下着はどうしよう。大地くんの好みちゃんと聞けてないよ。 あとはなんだろう、どんなおもてなしすれば気に入ってもらえるかな。そうだよ、それはそれ、これはこれ、私にとってはどっちも大事なことだもん。よーし、そうと決まったら本格的にお部屋のお掃除を始めなくちゃ。プライマルハーツ2。おお、まあうちはおめえの今後に口出ししねえって決めたからな。好きにするがいい。否認はちゃんとしとけよ。それが男の責任ってもんだ。うっせえ。おめえみたいなやつがゴムなしの方が気持ちいい、愛してるからいいだろうとかほざいてやんまま量産するんだよ。それと、女はムードで酔わせるもんだ。すぐにがっつくな。洒落た音楽も用意しておけ。あの調子なんだけど、またあんたなんかやったの？まだだよね。何かされるのはこれからっていうか、 していただくっていうか。していただく？え？タテチ真っ赤になってんだけど。今日ね、大地くんとお泊まりしながら作戦会議することに。あったの？お泊まり？しかもしていただく発言？
だけのような。友人として見過ごしていいのかな。試されてる感半端じゃないんだけど。どうしたの？なんだかテンション変だよ。タテチーが心配だなって。タテチーってほらか弱いでしょ。野生動物で言ったらシマウマっていうか。私がシマウマって、大地くんがライオンってこと？食べられちゃうってこと？にゃーん。月夜野さんのごめん、もう対抗しようもないよ。のろけってすごい強烈だってことが分かった。バイトできない分代わりの人が入ってくれてるらしくて、挨拶しておきたいな。まさかのジゴロフ。そういうのも君らしくて好きかも。あー、なんつーの、こういうのってさ、本人たちはいいんだけどね。ダメだよ綿貫さん、近づいたらバカプロオーラに引きずり込まれるよ。そんなとこまできっちりしてるなんて素敵だよ大地くん。なんかさ、帰りに道に落ちてるガムでも踏んづけてほしい気分だよね。わかるわ。できればお気に入りの靴でね。いらっしゃいませ、お二人様で。あれ、タテハちゃん今日はお休みじゃなかったの？代打ってゆずきさんだったんですか？うん、店長に頼まれて。ちょうど私もこっちにしばらく滞在してたからね。私のっていうか、まあ彼の都合なんだけど。あら、タテハちゃんにボーイ来てたの？大切な用事があるようなこと言ってたのに。新しいバイトの人にご挨拶だけと思ってきたんですけど、ゆずきさんなら私なんかよりずっと頼りになるから安心しました。そういうわけだから、こちらご心配なく。安心して自分たちのことに取り組みなさい。青春は今しかないのよ。学園で問題が起こってるんだっけ？今日もお泊まりで対策会議だ。昔の誰かさんと誰かさんを思い出すわね。対策会議っていうのは名目ってわかるでしょ。ミスユズキもそうだったんだから。ちょっと店長、何言い出すんですか。紹介してなかったね。こちら駒形ゆずきさん、前にラプンツェルでバイトしてた私の先輩で、うちの卒業生なんだよ。君が大地くんか。はじめまして、やっと会えたね。かねがね話は聞いててさ、ずっと会ってみたいって思ってたんだけど。おう、うん、それもあるね。小塚さんとは同じクラスで仲良かったんだ。でも一番は彼が君の話をよくするから。おっと、まさかその辺を全然話してないんだ。ほんとこういうとこ無頓着なんだから。ごめんね。だったら、うん、それでいいや。学園の方は力になれないけど、お店のことはしばらく任されるから。私たちの大切な思い出の愛の島学園が、みんなにとっても
幸せな場所になるように祈ってるね。はい、頑張ります。そう?憧れだったから、そう言われるとちょっと嬉しいかも。前に学園祭の専用シートの話したでしょ。あの時月下会役員として協力してくれたのがゆずきさんなんだ。うん、学園を良くしたいっていう気持ちは私たちと同じだよ。こうやって二人で買い物かごを下げて歩いてると、なんだか、さ、なんだか、ズバリ言っちゃった。もうちょっと、大地くんは全然ドキドキしてないかな。そういうキリッとしたところ、とっても素敵。私も見習わないとね。そうだよね。それくらいは普通に起こり得るよね。あ、ごめん。あら、かわいいカップルさん。晩ご飯のお買い物？このお肉どう？おいしいわよ。カップルに見えますか？とっても素敵なカップルで、羨ましいわ。ちょうどお肉を買おうと思ってました。そこのお似合いのカップルさん。っていうか、ご夫婦？新商品の豆乳味見していって。絶対それ買います。夫婦だって。話がよく聞こえる。なんか仲良しになれればいいのに。